マルクス・アイミリウス・レピルスは、共和制ローマのパトリキ出身の政治家、軍人。紀元前187年と、紀元前175年に、執政官、紀元前179年に監察官、紀元前180年から没するまでは、最高人技官を務めた。執政官時代、リグリアに対して何度も勝利を収めている。 筆頭言動員議員に6回連続で記録されており、死ぬまでの数十年間は、ローマで最も影響力のある政治家の一人であった。レピドスの属するアエミリウス氏族は、古代の歴史家によると、ローマで最も古い家系とされている。最古の18部族の一つが、この氏族名を名乗った。その祖先はピタゴラス、あるいは第二代ローマ王ヌマポンピリウスと申される。 プルタルコスが引用している一説では、アイネーアースとラウィーニアの間の娘が、アエミリアで、初代ローマ王ロームルスを生んだとしている。アエミリウス氏族のうち、レピドスのコグノーメンを持つもので最初に、失聖官となったのは、紀元前285年のマルクス・アエミリウス・レピドスである。レピドスの祖父のプライノーメンは、マルクス、祖父も同じくマルクスである。父は、 紀元前218年に法務官に、祖父は紀元前232年に執政官に就任している。レピドスに関する最初の記録は紀元前201年に遡る。この年、元老院は元ケンソルのガイウス・クラウリウス・ネロトップ・プブリウス、センプロニウス・トゥリタヌス・オプトレマイオス・アサ、エジプトに派遣しているが、レピドスもその一員であった。この施設団の公式の目的は、 同盟国であるエジプトのプトレマイオス5世に第二次ポエニ戦争の勝利を報告することであったが、非公式の目的はマケドニアとの戦争が起こった場合のエジプトの支援を得ることであった。マケドニアのピリッポス5世はこの時ペルガモンとロドスと戦争を行っており、ローマはすでに最後通帳を送っていた。使設団がエジプトから戻った時には、ピリッポス5世は重要な都市であるアビドスを 包囲していた。レピドスはピリッポスの言い分を聞くために派遣された。リウィウスとポリュピオスによると、レピドスはピリッポスに対して、なぜ戦争を開始したのかと厳しく問い詰めた。対して、ピリッポスは、もしローマがマケドニアを攻撃するつもりなら、高い代償を払うことになるだろうと返答した。結果として、第二次マケドニア戦争が勃発する。 エンポリウム近くのポルティクス・アエミリアの遺跡期限前199年、レピドスはセルウィウス・スルピキウス・ガルバの死去に伴って人技官に選ばれた。期限前193年、レピドスはアエディリス・クルリスに就任した。同僚は親戚のルキウス・アエミリウス・パウルスであった。両者は牧畜業者が、 こういう地を不正に使用しているとして避難し、彼らから徴収した罰金で、ユーピテル神殿を金メッキした盾で装飾した。加えて、リウィウスによれば、エンポリウムの近くと、カンプス、マルティウスの近くにポルチコを新設したが、その遺跡は、ポルティクス・アイミリアとして現存している。紀元前191年に、法務官に就任するが、同僚法務官はまたも、パウルスであった。 レピドスはシキリア族州総督として赴任した。翌年も全法務官としてインペリウムを継続した。レピドスはローマシリア戦争でアンティオコス3世とアエトリア同盟と戦うローマ軍に対する食料の供給システムを構築した。同年末、レピドスは初めて執政官選挙に立候補した。パトリキからは他に グナエウス・マンディウス・ウレソとマルクス・ワレリウス・メッサラが立候補したが、リブィウスによれば、この中では、メッサラが最有力であった。しかし、候補者の中で必要得票数を得たのは、プレブスのマルクス・フルイウス・ノビリオール一人のみであった。規定によって、ノビリオールが同僚となるパトリーキ執政官を指名できることとなったが、ノビリオールは、レピドスの性敵であったこともあり。 ウルソが指名された。一年後、レピドスとメッサルッラは、再び失政官に立候補したが、ノビリオルが選挙の管理官だったこともあり、メッサルッラが当選した。しかしリピドスは、その翌年も立候補して、ついに当選。紀元前187年の失政官に就任した。同僚失政官は、ガイウス・フラミニースであった。この年、東方に出征していたノビリオルと、 ウルソがローマに帰還すると彼らに対する訴訟がなされた。レピドスはいずれの場合も原告側を支援し彼らの外戦指揮の実施を阻止しようとした。ウルソを訴えたのはアンティオコストの講和交渉を行った10人委員会であり、その中にはリピドスの元同僚のルキウス・アエミリウスも含まれていた。訴訟の理由はウルソが当初の合意に反して アンティオコスを捕らえようとしたこと、ガラティアに対する戦争を元老院の承認を得ずに始めたこと、条約交渉においてペルガモンの利益になるように働いたこと、トラキアで現地部族に襲撃された際に有効な反撃ができなかったことであった。ノビリオルを訴えたのはアンブラキアの外交施設でアンブラキアに対する攻撃を開始した責任。 残虐行為と講和後の美術品略奪が理由であった。ガイウル・フラミニースは、ノビリオルを支持した。元老院は、ノビリオルに、略奪品をアンブラキアに返却するように求めたが、最後にはウルソ、ノビリオルに、外戦式の実施を許可した。現在のエミリア海道ローマシリア戦争が終結した、ため、レピドスとフラミニースの両子政官ともに、イタリア北部のリグリアで戦うこととなった。 レピドスは一度の海戦で勝利し、アペニン山脈の両側の多くの部側を支配下に置き、リグリア人を山岳部から平野部へと移動させた。その地域でのローマの権力を確実なものにするため、レピドスはアリミヌブからプラケンティアまで街道を建設した。この街道はフラミニウス街道と連結し、アイメリア街道と呼ばれることになる。途中のカストラは彼の名前から。 レギウムレピディと名付けられた。ガリア・キサルピナのケノマニ族がレピドスを頼り、法務官、マルクス・フルイウス・クラシペダを訴えてきた際には、レピドスは、ケノマニ族に有利な決定をしている。失政官の任期が終了すると、レピドスは、植民都市パルマとムティナを建設する三人委員の一人となった。紀元前百八十年には、ガイウス・セルイリウス・ゲミヌスの死去に伴って、 最高人議官に就任した。レピドスの経歴の頂点は、紀元前179年に性的であったノビリオルと共に観察官に就任した時である。クイントスカエキリウスメテルスが両者を和解させ、その後両者は自制的に行動した。この時の元老院銀名簿改定において、レピドスは元老院筆頭となった。バッシリカ・アエミリア。 アウグストゥスが修復した後の想像図で、レピドースが建設した時には、最上階はなかった。両監察官は、多数の新しい義務と税金を導入し、投票手続きを変更し、多くの小さな聖域を公共の場に戻した。大規模な建設工事が開始された。特にレピドスは、ユーノーとディアーナに神殿を建立し、 劇場建設とユーピテル神殿の漆喰工事の契約を結んだ。またタラッキな近くにダムを作った。しかし、リウィウスによると、レピドスはより多くの契約を結び、より多くの利益を上げたとされている。また両観察官で協力して、フォルムロマヌムの北側に、アイミリウス・フルイウスのバシリカを建設したが、単に、アイミリウスのバシリカと呼ばれることも多い。紀元前177年。 レピドスは植民とシルナ建設の三人委員に就任した。紀元前175年は二度目の執政官に就任。同僚執政官はプブリウス・ムキウス・スカイウォーラであった。両執政官はリグリアに勝利し、ローマに戻って外戦式を実施した。それから死去するまで、レピドスは元老院筆頭に泊まった。5年に一度観察官が改定する。 元老院議員名簿では、6回にわたって名簿の最上位に名前があったこととなる。この名誉と最高人議官の地位、さらには、執政官と観察官経験者としての権威のため、レピルスはローマの支配層の中でも特別の地位を占めた。現代の歴史学者には、レピルスは第二次ポエニ戦争でハンニバルに勝利した英雄である。 スキピオアフリカヌスの後継者的な地位にあったと見るものもある。レピドスは紀元前153年または紀元前152年に死去した。子息に対して葬儀は簡単に行うように命じたと言われている。すなわち、棺はカビにせず葬儀の費用はせいぜい10アッスであった。レピドスには同盟の息子がおり紀元前190年に トリブヌスミリトムとなっていることは分かっている。その他の息子がいたかは明確ではない。研究者の中には、紀元前78年の失政官である、マルクス・アイミリウス・レピドスの父のクインゥスが、レピドスの息子と考える者も,もいる。また、紀元前137年の失政官、マルクス・アイミリウス・レピドス・ポルキナが息子であると考える者も,もいる。別の説では、 クイントゥスとポルキナは、レピドスの孫であるとされている。ありがとうございます。